大阪府立富田林中学校、高等学校、大阪府立富田林中学校、高等学校、大阪府立富田林中学校、高等学校、英章、大阪プリフェックチャール富田林ハイスクールは、大阪府富田林市にある、公立中高一貫校、2017年度より併設中学校を設置し、中高一貫教育となった。 大阪府での普通科の風率、中高一貫校の設置は初となる。通称、富高、府中。比較的自由な校風であり、私服での通学が認められている。指定されている制服は男子が学ラン、女子がセーラー服である。全部全力をモットーに掲げており、文化祭や体育祭、ペナントなどの行事は活発である。また、部活動は、 全国経験が文化部を中心に豊富である。海外での語学研修や国内の実験施設見学等も実施されている。修学旅行は3年前より島移行が台湾にあり、海外に行って学ぶ。探求活動に力を入れており2017年度より SSA に指定されている。同窓会法は菊水号といい交渉に地元、 南河内に本拠を置いた楠すの騎士の家門、菊水があしらわれていることに由来する。文部省は1899年9月5日、大阪府第八中学校を1902年4月に開設する告示を出した。大阪府第八中学校は南河内郡川西村、現在の富田林市に開設することも合わせて告示されている。一方で、地元住民らは、 早期解説を求めて、大阪府に陳情を繰り返すなどした。その結果、大阪府第八中学校は、当初の開校計画より1年繰り上がり、1901年4月の開校が決まった。大阪府海軍部会は1900年12月に開校時期繰り上げを決定した。文部省は1901年2月9日。 大阪府第8中学校の開校を1901年4月に修正する告示を出した。大阪府第8中学校は1901年3月7日に設置され開校準備作業を実施した。大阪府の中学校、高等女学校では学校設置順による番号での校名を配して所在地の名称を校名に取り入れることになったとに伴い、 1901年4月の開校と同時に、大阪府富田林中学校へと改称している。学校の場所は、南河内群河西村大和座高田座国文字、や、文字の現在地である。開校直後の1901年4月8日付文部省令により、中学校、高等女学校などの名称について、県立、軍立などの形で設置者の名称を冠することが、義務付けられ、 この命名規則に沿っていない既存校については6ヶ月以内に変更する指示がされた。これに伴い、大阪府のすべての中学校、高等女学校では、1901年4月に大阪府中学校、高等女学校と解消を入れた校名を、2ヶ月後の1901年6月に大阪府立中学校、高等女学校へと一斉に再変更することになった。 これに伴い1901年6月3日付で大阪府立富田林中学校に改称している。1901年6月13日に開校式が行われている。旧制中学校時代は当時の政府の方針に加えて学校所在地が楠木正重の出生地に近いことから楠木正重と結びつけた中空愛国教育が行われた。交渉については 当初は六両に第八中学校を表す八をあしらったものであったが、大阪府立八尾中学校、現大阪府立八尾高等学校と間違われやすいことから、1927年に菊水門をあしらった現在のものへ変更された。ちなみに八尾中学校の交渉は六両に第三中学校を表す三をあしらったものであった。1902年には、 遠方在住生徒向けの寄宿舎が併設されたが、1935年5月に校舎が火災にあったことを機に廃止されている。学生改革により、1948年に大阪府立富田林高等学校が発足した。大阪府立河南高等学校、大阪府立富田林高等女学校と男女生徒を交流して、男女教学を実施している。なお当初は、 大阪府立黒山高等学校、現、大阪府立富久高等学校、旧制大阪府立黒山高等女学校とも、男女性と交流の案もあったが、大阪府は、強いて実行する必要はないなどと、消極的な見解取るなどしたため、黒山高等学校との交流案は立ち消えになっている。新生高校の校名については、当時の富田林市長、 1950年市政志行で、富田林市に高等学校が2校あることから、学校所在地の位置関係から、旧制富田林中学校を、富田林東、旧制富田林高等女学校を、トン林西にする案が検討された。しかし、富田林中学校を、富田林高等学校、富田林高等女学校を、河南高等学校にする案で決着した。 新生高等学校発足直後の1948年5月、GHQ の指令により、河南高等学校校舎を、新生富田林町立中学校、現在の富田林市立第一中学校校舎として転用することになった。このため河南高等学校は、富田林高等学校内に移転して同居している。河南高校は1951年に、自校舎へ復帰している。 1960年代以降高校生急増期を迎え、1960年代から1970年代にかけて校舎を増設している。1962年には火星化を併設した。しかし普通化志望者の増加や火星化在籍者の進学希望者の増加、複数学科兵置による指導の難しさなどが指摘され、火星化廃止の案が1978年に、 職員会議で出された。火星化は1980年度に募集停止となり、その分を普通化の増額級に振り分けられた。1930年代以降使用していた校舎の老朽化が目立つようになったため、大阪府議会で1991年、校舎改築予算が成立した。校舎建設に先立ち、1994年から1995年に、かけ、 校内の校舎建設予定地周辺で谷川遺跡の発掘調査が行われた。発掘調査終了後に校舎建設工事が進んだものの大阪府の財政難のため1996年7月の第一期工事竣行後建築工事が一時中断することになった。約10ヶ月後の1997年5月に工事が再開され1999年7月に 完成している。以前校舎があった場所は現在グラウンドになっている。富田林高等学校の校地内に中学校を開校し、2017年4月、大阪府では初の府立中高一貫校となった。中学校3クラス、高等学校6クラスを設置し、通学区域は大阪府全域となっている。大阪の公立高校では、たった2つの 50メートルプールを所有している。また、ハンドボールコートとテニスコートは、校舎とは別の場所にあり、他の運動部も、校舎のグラウンドとは別に外部に、軍道を持っている。1948年の学生改革では、全日制の他に、定時制も発足している。定時制は、富田林高等学校本校内に併設されたもののほか、定時制分校が設置された。 文校の詳細は、下記、文校説及び、大阪二つ田、林高等学校千葉や赤坂文校を参照。1969年には、千葉や赤坂文校定時制の廃止に伴い、文校定時制在籍生徒を本校定時制課程へと移籍している。1960年代頃には、地方からの集団就職者の増加により入学者が急増した。 しかし1970年代後半頃からは、集団就職者の減少や、全日制高校の整備による、全日制進学者増加などのため、定時制課程の志願者は減少傾向にあった。1994年には通信制課程の、編集により3年卒業も可能とする制度を導入し、また1996年から2004年まで、 一般府民の徴工制度も設置した。しかし定時制は、大阪府の定時制高校再編計画により2005年以降の新入生募集を停止し、2008年に閉鎖艇となった。1948年9月に定時制分校として、南河内郡山田村、現在の河南町に、山田分校、後下町原分校に改称、南河内郡千早村、 現在の千早赤坂村に千早文庫が設置された。翌1949年には南河内郡長野町、現在の河内長野市に長野文庫が設置された。さらに1951年には地域の要望を受ける形で赤坂村、現在の千早赤坂村に赤坂文庫が設置された。4文庫は昼間定時制を設置し、また赤坂文庫では、 夜間定時制も併設していた。山田、課長、原文庫は、農協倉庫の一室、寄合部屋から始まり、その後磯町小学校、学校組合立の長原中学校、現在の大使町立中学校への併設を経て、1956年に長野文庫に統合される形で廃校となった。長野文庫は、長野町立小学校、 長野町立中学校への併設を経て1963年に廃止されている。千葉分文校、赤坂文校は1959年に統合し、千葉赤坂文校となった。千葉赤坂文校は1999年に廃止されている。多くの生徒がクラブに所属しており活発に活動している。文化系を中心に、 全国高等学校総合文化祭等の全国大会への出場経験もある。サッカー部公式野球部ソフトボール部陸上競技部、公式テニス部、ソフトテニス部男子ハンドボール部女子ハンドボール部ラグビー、部水泳部、男子バレーボール部女子バレーボール部バドミントン部、体操部男子バスケットボール部女子バスケットボール部、ワンダーフォーゲル部剣道部柔道部卓球部、 バトントワリング部ダンス部系音楽部吹奏楽部、作動部科学部美術部文芸部、演劇部放送部写真部ユネスコ部書道同好会。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。